町山智博ですララブクラフトトカントリーもう第1話の冒頭からすごかったですね、えー、戦場なんですあの朝鮮戦争の戦場らしいんですけれども敵がですねなんとウォーマシンですあの HG ウェールズの宇宙戦争に出てくる火星の歩行戦車ウォーマシンとアメリカ軍が戦ってるんですよともう円盤もいますその円盤よく見るとですねえー、1956年の空飛ぶ円盤 地球を襲撃すという映画に出てくるあのストップモーションの巨匠ハリーハウゼンが作った円盤なんですねこれ朝鮮戦争の後だということは分かりますねしかも1956年の SF 映画が出てくるんで時代設定がこれで大体分かるわけですね1956年ぐらいなんですねあとですね体が真っ赤のビキニの美女が出てきますこれはちょっと後で説明しますそして大怪獣がいますその大怪獣は体は恐竜みたいなんですけれども顔がタコになってます で、背中にコウモリのような翼がついてます。これはもう、まあ知ってる人は知ってますよね。あの、H.P. ラブクラフトが想像したクトゥルーという宇宙から飛来して、太古に地球に飛来してですね、地球の深海にまあ封じ込められている邪神、横島な神 <laughs> 破壊神、クトゥルーですね。はい。もういきなり冒頭でこれだけ海宇 ゾロゾロ出して怪獣大行進みたいになってますけれども、えー、そこでなんかナレーションが聞こえるんですね。えー、彼は野球が大好きだったみたいな。そうすると突然そのクトゥルがですね、まっ二つになります。まっ、あ、二つにしたのは野球のバットです。それを持っているのは黒人の野球選手で、えー、ドジャースと書いてありますね。ブルックリンドジャースですね。その頃ブルックリンだったんですね、ドジャースは。で、背番号が42。はい。彼はジャッキー・ロービンソン。 ねえーまあ、メジャーリーグで初めて大スターになった黒人選手ですね、えー、1947年このナレーションは実は1950年に作られたジャッキー・ロビンソン・ストーリーという映画のナレーションなんですよなんだこれめちゃくちゃだなと思うと主人公の夢なんですねはい主人公のアティカスという、えーまあ、朝鮮戦争から帰ってきた青年がバスの中で見た夢なんですねで彼が膝の上にのっけてる本は エドー・ーライス・スバローズのの火星のプリンセスです、はい、夢の中に出てきた体が真っ赤のビキニの美女は火星のプリンセスだったんですねデジャーソリスという名前です。はい 「火星のプリンセス」というのは、えー、ターザンのです、ねえー、原作者であるエドガー・ライス・バローズが1917年に書いた小説で、えーまあ、南北戦争の時の南軍の兵士だったジョン・カーターがです、ね、その後洞窟の中からなぜか火星にワープしてしまって、えー、そこで,です、ね、火星の美女に愛されてです、ね、英雄になるという物語で、まあ、映画化もされましたけれどもその隣にそのアティカスの隣に黒人のおばさんが座っています。はい でカメラがグッと引くとそこに黒人席って書いてあるんですね黒人専用席って書いてあるんですね昔はその南部では、えー、1964年までですね、えー、南北戦争が終わった後も人種隔離が続いていましてバスとかトイレとかレストランとか全部白人用黒人用に分かれていたんですねその時代だってことは分かりますはいでそこに座っている黒人のおばさんは誰かというともうどう見てもその服はですねアメリカ人だったら一発で分かるんですが ローーザ・パークスという人です。この人は1955年に、えー、モンゴメリーというアラバマの町で白人人専用席に座ったたでで逮捕された人です、えー。そこからキング牧師がですね、えー、バスボイコット運動をして、えー、バスにおける白人黒人の、まあ、人種隔離が撤廃されたんですね。 それをきっかけにして公民権運動というのが起こり、南部での人種隔離であったり、南部で選挙権を剥奪されていた黒人の権利を取り戻すという、黒人の平等のための大変な市民運動が始まります。そのきっかけになったのはこのローザー・パークスというおばさんなんですね。で、バスが炎鼓して、この2人だけ取り残されます。白人は助けてられるんですけど、黒人はトウモロコシ畑のど真ん中に放置されますね。 えー、もうすでに、まあ、人種隔離があるところから出たんですけどもそこを出た時にですねケンタッキー州を出る時にこのおばさんとこの主人公のアティカスが「えー、もうジムクローローはないところだから」って言うんですけどジムクローロージムクロー法というのは南北戦争の後ずっと黒人を差別してきた南部の各州にある、えー、差別法のことです、はい、それを突破したところなんですけれどもでもやっぱり黒人は助けられないね南部じゃないのに差別がひどいってことがそこで表現されてます 北部ででも変わらないんだと変わわららなないいいんんだだととととこころがあるんだということですね何読んでるのって話になります。さっき読んでた火星のプリンセスについてね。で、このローザ・パークスという人はインテリだったんで知ってるんですね。エドガー・ライズ・バロスって原作者もっていうのは、エドガー・ライズ・バロスという人はですね、ターザンを書いたんですが、ターザンが非常に 白人史上主義的な作品でであることは、まあ、今もも批判されれててますすけど当時からも知ら知たんですねつまりアフリカに行った白人であるターザンがそこでゴリラの王になるんですが明らかにゴリラはアフリカの人たちを意味していてそこに行った白人が肉体でもアフリカの人たちよりも強くて王になってしまうという非常にその、まあ、白人至上主義的な内容なんですよ。でしかもそのジョン・カーターは南軍の兵士だったわけですからね非常に差別的なところがあったんですかエドワード・アイス・バーロスには。 それを批判されるとアティカスはいや作品と作家は別なんだみたいな話をするんですねでもやっぱり小説は面白いんだよと彼らは差別的だけどもって言うんですよ、ね、実は彼もそう言われて困っちゃってるんですね彼は SF オタクなんですねさっきの夢で見た分かるようにオタクなんですけれども黒人であってで白人の差別主義者の人が書いた SF 大好きなんですねで非常に彼はは困るんですけど実はこの この部分がラブクラフトカントリーの一番重要なところなんです。っていうのは、ラブクラフトカントリーという小説はですね、H.P. ラブクラフトという、まあ、ホラー小説の巨匠と言われている人が、実は非常に白人、史上主義的な、差別的な人だったという問題があって、えー、それで SF ファンとかホラーファンをみんな困らせてきたんですね。この人は好きなんだけど、この人差別的だ。どうしよう。表だって好きって言えない。 読んでることは恥ずかしい。でも、この人の小説は面白いんだ。ということで、みんな悩んだんですよ。H.P. ラブクラフトという人についてちょっと説明しますと、えー、この人はですね、まあ、非常に昔の人です。1800年代の生まれの人です。1890年から1937年まで生、えー、きたい人なんですけども、この人が書いた小説はですね、えー、コズミックホラー、宇宙的恐怖小説と言われていますで。どういったものかというと、さっきのクトゥルみたいな形で、宇宙から地球に来た、 怪物たちが、まあ、原因でで起こるホラーものなんですねだから SF 的なものと、まあ、ホラー的なものゴシックホラー的なものが合体したものが HP クラフトの HP ラブクラフトの世界なんですけれども、えー、この人は生きている時はほとんど小説が売れなくて、えーまあ、貧困の中で亡くなったんですけれども、えー、亡くなった後ですねその彼の友達がですね本を まとめていってですね、オーガスト・ダーレスという人が。で、それで再評価されるようになったんですよ。だ死んでから評価されるようになった人なんですけども、まああの、このアティカスがですね、その後ラブクラフトの本を持つところがありますけど、あれで、アウトサイダーっていう短編集を持ってるんですが、あれが1945年に、えー、復刊されて、それがブームになって、ラブクラフトブームっていうのは起こったんですね。で、これはそれから10年後ぐらいの話なんですよ。 ラブクラフトは非常に評価されてるんですが、ただ、この人が書き残したものの多くが非常に差別的だったんですね。会話の中で出てくるんですけども、ラブクラフトは、えー、ニガーの創造という、まあ、短い詩をですね、えー、1920年代に書いてるんですよ。まだ、あの、まあ、20代だった頃にですね、えー。それがひどい内容でですね、えー、1912年に書いてるんですが、えー、昔々、神が地球を創造して、えー、人は 神に似せて作られた、ね、その次に獣たち動物たちが作られたと、ね、人間と動物たちの間はあまりにもかけ離れていたのでそのギャップを埋めるためにニガーが作られたというひどい詩なんですよ。ニガーというのは黒人に対する差別用語ですけども、まあ、そういうものをたくさん書いてた人がラブクラフトなんですね。でラブクラフトファンもですねそこのラブクラフトの差別的なところはどうしたもんかって,言って悩んでたと。 いうこととなんでですすねね日本でもまあそういういこここはよよく起こりますよ、ね、<laughs> この人のアニメはすごい好きなんだけどこの人の発言が差別的でなんかもう非常にまあ尊敬できないっていう時ってあるんですけどもでこの「ラブクラフトカントリー」という小説はですねそれに対する答えとして書かれたものなんですね、えー、マット・ラフという人が2016年に書いたんですがラブクラフトがすごい好きなんだけどもラブクラフトの差別が非常に気にかかるとだったらそれをうまく合体させて 話にできないかってことで書かれたものがラブクラフトカントリーで主人公はアティカスつまり黒人なんですよで舞台は1956年ぐらいっていうですねそのアメリカの差別が公民権運動によって変わっていくひどい差別があるんだけどまあそれをなんとかしようとする動きが始まるという非常にその微妙なあたりを舞台にして、えー、ラブクラフトをまあ中心にですねその1950年代のまあ差別のまあ恐怖みたいなものを描くという小説が そのララブクラフト,カントリーなんですよでそれをジョーダン・ピールがプロデューサーとしてテレビ化したわけですけどジョーダン・ピール自身も黒人で、まあ、白人と黒人の、えー、根血なんですけれどもでまあホラーが大好きなんですねこの人ホラーオタクですね、えー、だからラブクラフトも好きなんだけどでも黒人なんですよだから彼自身もそういう問題を抱えていると。 でえー、このラブクラフトカントリー自体の、まあ、制作組織をしている、えーまあ、クリエーターをしている人はミシャ・グリーンとして、この人も黒人なんですけれども、この人がこの前に作ってたテレビシリーズは、アンダーグラウンドっていうんですね、それは南北戦争の前にですね、えー、南部で奴隷にされている黒人を、まあ、逃がすですねネットワークというのがあったんですよ。それを地下鉄道と呼んだんですね、アンダーグラウンドと。それを描いたドラマだったんですよ。はい えー、だからまあほにもうベストのメンバーが揃って、えー、作られたのがこの「ラブクラフト、えー、カントリー」ですね。はいでえー、まあとにかくよくできた話で原作よりもはるかに膨らませて当時の時代が分かるようになっています。はい、でアティカスはそのシカゴに帰るんですけどもシカゴで、えー、まあおじさんの家に戻るんですね。でこのおじさんがやってる仕事というのは えー、黒人が旅行自動車ででで旅行すすするるたためののガイドブブッッククをを作る仕事なんですよよここれアカデミーー賞を取ったグリーンブックのことですよ実際にグリーンであの印刷されてましたねこの中でもガイドブックって言ってますけどグリーンブックというのは1936年にですね、えー、ビクター・ヒューゴ・グリーンという、まあ、黒人の、えー、男性がですね、えー、作った、まあ、雑誌なんですけれども、えー、年間で出てくるんですけどもそれは要するに黒人がアメリカを旅するとですね えーまあ、州によってっていうふうにきっちり分かれてなくて各町によって差別の仕方が違うんですねで全然差別しないところもあればすごい差別するところもあってでひどいところだとそのレストランとかが、まあ、黒人が入っただけで大変なことになると、まあ、殴り殺されるようなところもあるとで黒人専用レストランとか黒人専用ホテルっていうのはどれだかでもはっきりわからないんですよ看板にはっきりとつけてなかったりするんででそれを全部 えーまあ、調べてですね徹底的に調べて、えーまあ、投稿とかを集めてその一つの年間にして出していったのがこのグリーンさんんのグリーンブックなんですね、はいえー、グリーンというの名字ですけども、はい、だそれを持たないでアメリカを旅すると知らないでその黒人の,その入っちゃいけないそのホテルとかに入って殴られてるとかそういうことが起こるんで,、はい、でそれを作ってるのはこのおじさんなんですねあの主人公アティカスのね。 ここでアティカスの、まあ、幼馴染みの女の子が出てくるんですね。レティという、まあ、非常にセクシーな、えー、女性なんですけども、彼女のお姉さんが、腹違いのお姉さんがルビーというんですが、バンドをやってるんですね。リードボーカルでギタリストで、その、まあ、R&B の、まあ、ロックンロールをやってるわけですよ。まだその頃はロックンロールの始まりの時代なんですけども。このルビーが非常に豊満な女性で、えー、それで彼女が演奏する曲というのは非常に意味があるんですね。 痩せたのっぽのお父さんっていう歌を歌ってるんですね、えー。トールスキニーパパって歌を歌ってるんですけども、その歌はシスター・ロゼッタ・サープというやはり豊満な、えーまあ、R&B のまあギターリストでシンガーの人の歌なんですよ。ね ここ、実はすごく重要なんですよ。実は、その頃の1950年代っていうのは、55年ぐらいっていうのは、ロックンロールが始まった年と言われてるんですね。まあ、ロッカ・ランザ・ロック・ロックがヒットして、それチャック・ベリーがジョニー・ビーグッドを作ってみたいな、メイベリンを作ってみたいな、ロックンロールが生まれた時なんですけれども、実はそのチャック・ベリーよりも前に、実はロックンロールっていうのはあったんですよ。で、それを歌ってたのは、このシスター・ロゼッタ・サープなんですよ。1940年代からロックンロールを歌ってたんですよ。ね。実は、 ロックンロールをジャックベリーが作る前から黒人女性によるロックンロールというのは存在したんですよでその人歌手が歌う歌はですね、えー、ホール・ロッタ・シェイキング・オンという歌を歌うんですねこれは1955年のヒットなんですけどこれを歌ってた人もビッグ・メイベルというやはり豊満な黒人女性のギタリストなんですよ実はその頃 ロックンロールはチャックベリーよりも前に黒人、傲慢な黒人女性たちによって歌われてヒットしてたんですけども、彼女たちはロックンロールの歴史から消されちゃったんですよ。黒人差別よりも女性差別のせいなんですね、これはね。で、一番有名なのは、まあ、エルビス・プレソリーっていうのは白人の、まあ、ロックンロールのキングと言われてるんですけど、彼の最初のロックンロールのヒット曲はハウンドドッグですね。y え u and not a b ドド r a って歌なんですけど、あれはもともと 黒人の豊満な R&B シンガーのビッグママ・ソントンっていう人のヒット曲なんですよ。で、歌詞の内容は、まあ、浮気男のことを歌ってるんですよ。ハウンドドッグってのは。だから、プレスリーが歌うと、なんだか分からなくなっちゃうんですよ。浮気男のことを歌ってるから、ゲイみたいな話になっちゃうんですよ。女性が歌ってるから。非常におかしなことが起こってるんですけども、実は、プレスリー、さっき言ったホールロッタ・シェイキング・オンっていうのは、やはりジェリーリー・リー・ルイスという白人のロックンローラーによってカバーされて大ヒットするんですね。 つまり、女性の黒人ロックンローラーたちは最も元祖なのに、黒人の男性や白人の男性のロックンローラーにその偉業を奪い取られた人たちなんですよ。こういうところもすごいよくできてます。まあ、3人がですね、旅をします。それは、アティカスの行方不明になったお父さんが、アーカムというところにいるという手紙を発見するからなんですね。で、ところが、アーカムというのは実在しないんですよ。それは、ラブクラフトの小説に出てくる架空の土地なんですね。 だからこれはおかしいって言ってると、いや、これはアーダムじゃないかと。アーダムっていう街はあるぞ。待ったみたいだぞと、と昔。じゃあそこに行ってみようって話になるんですね。この主人公たちは。このアーダムっていうのもないらしいですけども。はい、で、それはラブクラフトの、ね、国なんだって言って、ラブクラフトカントリーっていうタイトルになってるんですが。で、そこに向かって行くんですが、その旅自体はやはりラブクラフトの小説を元にしてるんですよ。インスマウスの影という話がありまして、それが主人公たちが、 主人公が旅をするんですけども自分の先祖を知るような旅に行くということは今落ちる予想になりましたけど <laughs> まあそういう話なんですよねそれが元になってます。はい、でこのアッティカスは自分の母親の先祖の謎を解きに行くことになるんですねこのアーカムという町に、まあ、アーダムって言ってますけども。はい だからそれもインスマンスマの影が元になってるんですねさらにです、ね、こういう車で旅に出るんですけれどもそこでいろんな風景を見ますその当時の1955年から56年ぐらいのアイスクリームショップのところに白人黒人って書いてあったり、ね、その白人の客が黒人である主人公たちをからかうというシーンがあるんですけれどもあと、まあ、あのバス停に黒人たちがず,っとずらっと並んでたりねで非常に差別的な広告があったりとかするっていうあの風景は実は全部元があるんですよ。 それはライフという、まあ、写真雑誌がありまして当時ですね大判のねでそれに載った当時の写真なんですよそれを再現してますすごくよくできてますねあの写真を撮ったのはゴードン・パークスというですねカメラマンなんですこの人黒人ですこの人はその後ですね1970年代に入って黒いジャガーという映画を監督しますゴードン・パークスはその黒人による黒人アクション映画の先駆者なんですね 黒いジャガーというのはシャフトですよ。皆さんご存知の。シャフトってやつですよ。あれの監督はゴードン・パークスで。その人はもともとカメラマンで撮ったのはそのライフの写真で、それを再現してるんですよ。あの旅のシーンは。非常に美しいシーンだったんですけども、あれはカラー写真なんですよ、もともとは。だからあんなに綺麗に再現してるんですね。で、この旅の途中ずっとですね、誰かのスピーチみたいな声がずっと聞こえてるんですね。で、それは何を言ってるかというと、そのアメリカンドリームというものは黒人の 犠牲の上に成り立ってるんだという話をしてるんですが、えー、これすごく何が何だかわからないと思います。これは実はそれから10年後、この舞台のとなる1955、6年から10年後の1965年に、えー、イギリスのケンブリッジ大学で、えー、ジェームス・ボールドウィンという作家が、えー、ウィリアム・バックレーというですね、えーまあ、政治評論家と対談した時の 音声なんですよ。それはですね、なんでここに挿入されてるかというと、時代的にはおかしいんですけれども、まずこのジェームズ・ボールドインという人は作家なんですが、黒人でゲイだった人ですね。で、最近はあの、えー、この人の電気映画が、ドキュメンタリーが公開されたりですね、この人が原作を書いた、えー、ビール・ストリートの恋人たちという恋愛小説が映画化されたりして、最近注目を浴びている人なんですけども、えー、当時はすごくその黒人の、まあ、 はっきり言って非常にそのヨーロッパで高い教育を受けた。 人が、えー、アメリカの公民権運動に戻ってですねそのまさに1964年5年にそのキング牧師が黒人の平等と、えー、選挙権を取るためにですね戦っていた時に彼のバックアップをしていたのはジェームズ・ボールドウィンなんですねでいろんなところで、えー、発言をして、えー、特にそのヨーロッパに対してアメリカにおけるその黒人差別の現状を知らせるということで国際性能を動かした人がこのジェームズ・ボールドウィンなんですけどもその人と対談しているウィリアム・バックレーって人はですね アメリカの新保守運動のまあ機種と言われてる人でそのアメリカにおける保守運動というのは非常にその白人至上主義的な差別的な運動だったのをですね保守という思想として洗練させていった人がこの ウィリアム・バックレーなんですねでそれまでの非常にキリスト教原理主義的だったり白人至上主義的なまあきとあまり知性が感じられないようなあの思想に、まあ、新自由主義みたいな新自由主義まあキャピタリズムみたいな保守を政治思想、えー、経済的な思想としてですね非常にその学問として、えー、思想として論争に耐えるものにしていこうということでナショナルレビューというですね、えー、保守論断士を 作った人はこのウィリアムバックレーという人なんですよ。で、この人がケンブリッジ大学でその、えー、ウィリアムジェームズボールネと戦,戦うわけですけど、ウィリアムバックレーが言ったのは、そのアメリカというもののその一番重要なものは社会的な階層的流動性なんだって言ったんですね。階層的流動性というのはまあ働けば金持ちになれるね、えー、階層というものがあるあることはあるんだけども。 頑張れば、その上に行けるんだという、そのチャンスなんだと。それがアメリカンドリームなんだと。それはヨーロッパの土地持ちがね、非常にその、えー、ずっと代々支配しているようなものとは違うんだというふうに言ったんですけれども、それに対して、あの、ジェームズ・ボールドインは、いや、それは黒人というその労働者を搾取してきたからだと。その上にアメリカの資本主義は成り立っているんだと。で今もほとんど変わらないんだと。 ねえー、白人がその移民,民が、ね、一生懸命働くことで一代で金持ちになれるという基盤というものは黒人たちがただで何百年も働いてきてそれがアメリカという、まあ、資本主義の基礎を築いたからだというふうに反論したというまあ部分なんですよ。でこれが重要なのはその、まあ、アメリカ自体がその近代化されて工業化される中で非常にその黒人の,その奴隷だった人たちが。 まあ南部から北部に流れてその人たちがまあ重要な労働者になったわけですね、まあ、非常に低賃金の,その低賃金労働というものを支えてきた人でありなおかつその白人たちはどんどん出世していくわけですよ工場とかで働いてもでも黒人は出世できなかったんですよ差別があってだからその黒人差別の上にそのアメリカの資本主義の自由というのは成り立ってるんですよというまあ反論をした 音声がここで入っているんですねで、彼らがある町でレストランでご飯を食べようとすると壁が白いぞなんか変じゃないかって言うんですけど実はそこのレストランは一回焼き討ちされててそれを消すために白く塗られたものなんですねそこは黒人を入れることが許されていたレストランだったんですけどもそれで焼き討ちをされて今は白人しか入れない店になってたで、まあ消防士たちに追われて殺されそうになるんですけれどもなんで消防士がこの黒人たちを 追っかけるのかけのこれ分からない人もいると思うんですけども KKK です彼ら KKK というのは、えー、1915年ぐらいに一旦ねゼロからですね亡くなってたんですけど南北戦争の後、えー、復活するんですよでその後政治団体となってちゃんと議会に議員を送ったりするようになるんですよでその後もまあちょっと一回まあ婦女暴行事件を起こしてですね没落するんですけどでもまた地道に続いててその会員たちの多くが警察官や消防士だったんですだから このあと警察官は彼らを殺そうとしますけれどもね警察官が黒人を殺していたからなかなか発覚しなかったんですね KKK がいくつも殺人事件を起こしてますけれどもミシシッピ・バーニングって映画ではその公民権運動をしていた白人と黒人の学生たちを KKK が殺したという実際にあった事件ですね1960年代にあった事件を描いている映画ミシッピ・バーニングでも分かるようにあれ犯人 KKK は警察官だったですね。 保保安官官保安官官官かか警察やでで KKK が多かったんですよ当時で今アメリカで起こっている問題ブラック・ライブズ・マターは警官が黒人を殺すことで問題になってるんですけども今非常に問題ないのは警察官の中に非常に白人至上主義的な人たちが広がってるってことなんですよだからこの、えー、1950年代の警官による黒人殺しというのをこのテレビドラマで今やらなければならないというのは今まさにその時だからですね全然時代が変わってないんですね で、あの、サンセットタウンというところに行くわけですけれども、サンセットタウンというのは町じゃないんですね。それは、日暮れまでにその町を出ないと、逮捕されるんですね、黒人は。日暮れまで、黒人は昼間はそこで働いてるんですね。あの、メイドさんやったり、その、まあ、掃除をしたりして働いてるんですけれども、日暮れになったら、町の外に出て、自分たちの家に帰らなきゃいけないんですね。そういうひどい法律があった町がいっぱいあったんですよ、当時、アメリカに。そこで、彼らは、 強盗の濡れ着に着せられてアティカスたちは殺されそうになります警官たちにね、これが何万件もあったんですね多分当時はねでもほとんど闇に葬れ去られたわけですよここに謎の怪物が現れますあのなんか犬のような巨大な犬のような体にちっちゃい目がいっぱいあるやつなんですけどもあれはあのアティカスが言う通りショゴスという生物ですねっていうかまあ実在しないですけどそれは HP ラブクラフトの小説の中に出てくる怪物なんですね 狂気、えー、のののの脈よりの中中ににも出出ててききまますすいくつかの小説ショゴスというのは実は宇宙から飛来した、えー、古代に飛来したあの、まあ、生物がいまして、えー、名前がなくて古のものつまり昔から来たものという名前で呼ばれてます小説の中ではまあ異性から来た、えー、非常に古い生物ですけどもその彼らの奴隷だったのがショゴスという。 生き物なんですよでこのラブクラフト関東の中ではなんか犬みたいな形をしてましたけども実際はその不定形でいろんな形になって用途によってまあ道具のようにですね、えー、形を変えるという奴隷だったわけですねそのいの者たちのところがそのショゴスがを起こすすんですよこれは実はラブクラフトは差別的な ももものも書いてるんですけれども普通の,そのコズミックホラーの小説の中に、えー、ある民族やある人種やある種族がその奴隷として使われてるんだけども反乱を起こして、えー、その主人たちを殺すんだという話をいくつか書いてるんですね特にその狂気の山脈たちというのはその異性から来た怪物同士の主従関係が逆転するようなことが書かれてるんですよそれは彼自身の黒人に対する恐怖があったと言われていますはい このラブクラフトの恐怖はですね、えー、エドガー・アラン・ポーという別の小説家の、えー、作品、えー、ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語という小説の影響を受けたと言われています。えー、この小説は1838年の話でですね、えー、書かれたもので、えーまあ、船乗りの話なんですけども、えー、南の島に行って、そこでその島の原住民たちに襲われるという、まあ、話なんですね。 それはこのポーがそれを書いた1838年の7年前の1831年に実際にアメリカで,ですねナット・ターナーというまあ黒人奴隷が奴隷たちをまあ組織しまして反乱を起こして白人の,そのまあ奴隷主たちをまあ夜中に襲ってですね皆殺しにしたという事件が実際に起こったんですね。それは大変なその、まあ 奴隷を使っている人たちに恐怖を与えたんですけどもそれに影響されて書いたのがポーが書いたのがその、えー、ゴードン・ピムの物語なんですがさらにそれをに影響されたのが H.P. ラブクラフトだと言われています。 ラブクラフト自身は黒人と接したことっていうのはほとんどなくて、一時的にニューヨークに住んでいたときだけらしいんですね。この人はずっとロードアイランドという、あんまり黒人があんまりいないところでずっと一生を過ごしたので、黒人と接する体験というのはですね、一時的にニューヨークに住んでいたときだけなんですけども、そのときにその彼が味わった恐怖というのを勝手に恐怖してるだけなんですけれども、小説にも書いたりしてますけども、レッドフックの恐怖という話で、それはニューヨークに、えー、まあブードゥー教の黒人たちがいて、 その子供たちをさらっていけにえにしているみたいなもう非常にひどい妄想なんですけれどもそういったものを書いていますね本当にこの人ラブクラフト自身はあんまり世間に出たことはなくて病弱でほとんど引きこもりに近い人だったんですけどニューヨーヨクににいいいたた時ももほととんど引きこっっててて外に出なかったと言われていますだからかえってまあ非常にその人種の違う人たちに対する勝手な妄想や恐怖をまあ膨らませていたんだと思います。 でもこのラブクラフトカントリーはラブクラフトが好きで、でも黒人っていう主人公、オタクで、という非常に画期的な、しかもでも朝鮮戦争に行ってるから多分喧嘩も強いわけですね <laughs>。そういうまあものすごく面白いキャラクターがラブクラフトの世界に出てくるような怪物が調理をばっこする中をどのようにね活躍していくのかというまあ本当にちょっといまだかってない 超面白そうなドラマが始まりまりしたね、はい、ラブクラフトカントリーえあとヒロインのレティレティシアがあの車を取りに行く時にですね何かをこうつぶやいてるんですけどもそれはあの死の影の谷を行く時もうんぬんっていう言葉をつぶやいてるんですがこれはよく映画で聞く言葉なんですね旧約聖書の詩編の中の一節でですね23編か死の影の谷を行く時も私は 災いを恐れませんなぜならば主がそばにいるからですという内容なんですねこれはだから私は神を信じているからこの恐怖に耐えます戦いますっと言ってるわけですけれどもこれを言うことによってレティシアが非常にまあセクシーすぎる感じの女性なんですが実は本当は非常に信心深い人なんだというキャラクターの伏線になっていますはい、えー、その辺は2話以降でまた出てきます また2回以降もこういった形で解説していきますではまた